続いて英語の対策、皆さん気になるところかと思いますので、じゃあニコラ先生お願いします。はい、承知いたしました。まあ、今から英語対策に関してご説明をさせていただくんですけども、まずはリスニングセクションに関してですね、リスニングセクションですが、こちらはこのセクションの概要になってます。まずは試験開始25分後に音源が流れますので、まあ、結構問題の途中であったりとか、キリが悪いところであっても、まあ、どうしても手を止めなきゃいけないっていうのはあると思うんですけれども、25分後に流れてきます。で、音源は2回聞くことができます。ただこの音源2回も丸々聞いてしまうと、やはり水戸国際の英語試験はかなり短い、長さが短いっていうのが特徴としてありますので、2回ともまるっと聞いてしまうと、もうかなり間に合わないかもしれないぐらいの、時間配分になっています。もう一つの特徴として、これとにかく原稿がものすごく長いです。これいつ終わるんだぐらいのリスニングの原稿が流れますので、まあ、集中力を保ってリスニングを聞く練習をしていければいいかなというふうに思います。で、なんといっても語彙の難易度、専門的な語彙が出題されるってところも特徴の一つです。英検準1級だけではなく、1級相応の専門的な単語ももう平気で出てくるようなリスニング問題が出題されることもありますので、試験前は単語学習ってところでも対策をしていっていただければいいかなというふうに思います。この一番下なんですけれども、こちら特徴としてありますのが、問題文が書かれていないっていうところですね。書かれておらず、全て音源で流されます。まあ、なので回答用紙には、まあ、ABCD、まあ、4択の問題になるんですけれども、ABCD の選択肢だけ書かれてあって、もう答えの、問題文で、その後の選択肢も、まあ、リスニングで流れるっていう形になりますので、本文が全部終わったからといって集中力を切らさずに、まあ、続けて聞いてあげるようにお願いします。それではこの取り組む上での注意点ですね。はい、先ほども申し上げたんですけども、この2回ともしっかり聞いていって、もうやっぱり間に合わないです。ほとんどの方はやっぱりもう超人でない限りも、間に合わないかなっていうふうに思うので、まあ、1回でしっかりポイントを抑え切るっていうことを目標に、っていうことを前提に、まあやっぱり聞いてあげるっていうのがいいかもしれないです。この開始前の25分間っていうのがかなり大事で、ここで何をするかでこの状況っていうのが大きく変わります。まあ個人的なおすすめとしては、まずは重たいライティングをもうささっと終わらせてしまうっていうのが、できると楽かなっていうふうに思います。こちらリスニングセクションの方ですね。このリスニングセクションの練習方法といたしましては、やはりTOEFLのリスニングセクションの講義ベースの問題っていうのがあるんですけれども、こちらを活用していただくことで効果的に練習ができるかなっていうふうに思います。じゃあTOEFLリスニングの講義ベースの問題ってなんだっていうふうな話になってくるんですけれども、こちらも大体すごくアカデミックな内容で出題がされます。まあ、いろんな学問分野、まあ、例えば、経済学であったりビジネスであったり、まあ、その他の学問分野に関してすごく長い音源が流れます。それに関して、まあ、4つの選択肢がある、複数の問題に答えるっていう形式はかなりメタ国際のリスニングとも似てますので、まあ、こちらを活用して練習をしていただけるのがベストかなっていうふうに思います。ただしこの TOEFL IBT のリスニングセクションなんですけれども、こちらに関しては問題文と、選択肢は、まあ、しっかりと、問題用紙にも載っていますので、まあ、こちら問題用紙にも書いていない問題を解くっていうのは少し難しいかもしれないです。ではちょっと先ほどリーディングの説明というふうにスライドが出ましたが、そのままリーディングのご説明に移させていただきます。リーディングになるんですけれども、こちら、まあ、フィクション1台ノンフィクション1台っていうふうに言われておりました。ただ最近は2台ともノンフィクション、要するに論説文ですね、論説文が両方ともっていう形も、ございます。なので必ずしもフィクション、物語文が出るとは限らないっていうことはご留意くださいませ。まあ、出題形式なんですけれども、こちらはもう冒頭のご説明であった通り、記述式の問題 と、選択肢式ですね、こちらが1台ずつ、課されます。で、それぞれ質問が5つずつありますので、それぞれ答えていただくっていうふうな形になりますかね。で、問われる技能に関してなんですけども、こちらは記述式に限った話なんですけども、ライティングっていう部分はかなり、まあ、問われる部分ではないかなっていうふうに思います。で、これなぜライティングスキルが必要なのかっていう部分は後ほどご説明をいたします。まずやはり皆さん気になる記述式の読解問題のポイントになるかなっていうふうに思うんですけども、まずこの2点ありますね。1個目のポイント、本質を説明している部分には注目してください。記述式の問題は、まあ、質問をして、まあ、文字通りも選択肢がなくても自分で答えを探してこなきゃいけないっていうふうな問題なんですけれども、そういった特徴があるので、本当に各分量っていうのはそれぞれの生徒様のさじ加減次第になってきます。まあ、であるので、こういうしっかり本質を捉えている部分を抜粋して自分の言葉で書いてあげる。で、これは具体例を丸ごと書くっていうことをしてしまうとすごく分量が多くなってしまうので、これは NG です。時間が間に合いません。
なので本質の部分、まあ、コアの部分を捉えるっていう練習をしていただくといいかなっていうふうに思います。2番目なんですけども、こちらは自分の言葉で、うまく言い換えるっていうことが大事です。そのままコピーにならないように言っていいんですね。このコツ3点以下に書いてあるんですけれども、まずは本文中の表現と同意表現を考えてみる。で、2点目なんですけれども、例えば主語と述語を入れ替えてみるというような形ですね。はい、で3点目なんですけれども、異なる品詞に変えてみるっていう例もあります。こちら具体例が下に書いてあるんですけれども、I broke a bone、 骨が折れたっていう文ですね。こちらをfracture で骨折っていう、名詞で言い換えてみたり、I suffered a fracture というふうに言い換えてみたり、まあ、例えば advance っていう単語であったり、 advancement っていうふうな名詞に言い換えるっていう方法もまあたくさんありますので、こういった形で、自分の言葉でうまく言い換えるっていう形を取ってみてください。注意点ですね。これは原点になる対象っていうのがすごく多い問題です。まあ、本文の上の問題文によく書かれているんですけれども、こちらフルセンテンスで絶対に書くようにしてください。フルセンテンスって何かっていうと、しっかりと主語と述語が揃ってるっていうふうな文ですね。 I であったりとか He とか、そういった主語が揃っていて初めて点数になります。でこれができてないと減点の対象になりますので、くれぐれも書くようにお願いいたします。で、もう一点なんですけども、これ先ほどもうすでに申し上げたんですけども、本文から絶対にコピーをしないようにしてください。自分の言葉でしっかりと言い換えてあげてください。こちらも減点の対象になってまいります。こちら の記述問題の中には一問パラフレーズ問題っていうものも出題されます。これは本文中の特定の一文を自分の言葉で組み替える問題ですね。本質的には先ほどの問題と結構似てるんですけれども、こちらももう一文もうすでに線が引いてあって、これを言い換えてくださいっていう、かなりストレートな問題ですね。こちらに問題例と私の回答例っていうのもございます。イギリスに実際に存在した部隊の話から抜粋をしておりますので、少々ですね、軍の話とか出てくるんですけども、 Usual distinction between ranks did not apply. Officers and regular soldiers were on first name terms, and they were all expected to perform the same tasks. っていう風に結構長い文ですね、っていう風な形で出題をされます。まあ、この回答例を見ていただくと分かると思うんですけども、明らかに使われてる表現っていうのがもう違いますよね。 Since there was no conventional differentiation between each rank. ところどころ同じ言葉は使ってはいるんですけれども、文の構成っていう部分も少々変えて答えを作成しております。なのでこういった形で言葉を変えるだけではなくて、文の構成であったり主語述語の関係であったり品詞であったりも全て変えるっていう選択肢はありますので、あらゆる手を講じてパラフレーズ問題を解いてみてください。でそうですね、こちら指導例なんですけれども、もちろんパラフレーズ問題は私の授業の中で英検準1級の問題の選択肢の部分を消して出題をしております。少々見にくいかもしれないんですけれども、この赤線が引いてある部分はパラフレーズの問題ですね。その他はこの右にある4題は読解問題となっております。その下の部分に回答を記述していくっていうパターンになっております。はい、まあ、続いて選択肢式の読解問題のポイントですね。こちらはそこまで、特徴的かって言われたら、かなり他の受験校でも、あるような、よく見られるような問題です。全ての問題の中で、私個人的にではありますけど最も平易です。少なくともやはり5問中4問は正解をしていきたいなっていう風な部分ではあります。でこちらはフィクション、先ほど申し上げたようにフィクションとノンフィクション、論説文物語文のどちらの形式になってもおかしくないです。これに関しましては数年前の三田国際さんの問題ですと物語文、サンプル問題であったりとか物語文が入っているんですけども、近年のサンプル問題には入ってないんですね、このフィクションの部分が。なので、こちらどちらも練習をしておくのが一番いいかなというふうに思います。ありがとうございます。ニコラ先生、ちなみにいろいろパラフレーズ問題もあると思うんですけど、その言い換え表現ってなかなか難しいというふうに思いますが、残り短期間でいろんな語彙とかをつけたりとか、パラフレーズ問題をしていくにあたり、なんかアドバイスとかあったりされますか？そうですね、パラフレーズ問題はかなり長い文に対して出題されるパターンが多いので、接続詞であったり文のつなげ方、展開の仕方っていう部分を覚えていけるとかなり強いですね。先ほどのちょっと問題でもあったんですけれども、文頭にもともとついてなかった since、 なぜならっていうのをつけておりました。はい、since there was no conventional differentiation、これは because という、同意表現ですね、なっておりますので、こちらの接続詞を多用することで、文の展開方法っていうのをたくさん覚えていただくと、長い一文を構成することができるかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。わかりやすいですね。続いて、ライティングの方なんですけれども、こちらはやはり試験時間に対してかなり重たいです。もちろん概要の方を説明させていただくんですけれども、内容に関してはこの2パターンに大きく大別をされるかなというふうに思います。まずはこの偉人であったり、一般的な名言に対して自分の意見を記述する問題ですね。
Always be ambitious とか、まあ、そういった名言は頭の中で思い浮かぶかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、そういったものの中からかなり何かしら持ってきて、それに対しての自分の意見っていうものを記述するっていう形ですね。でそれと、まあ、もう一つパターンがあるものとしては、一般論に対して英検とかでよく見られる、ような問題ですね。一般論に対して自分の意見を記述する問題、この2パターンに分かれます。でここで重要なのがやはり文字数制限がない部分ですね。まあ、問題文にも書いてあるんですけども、自分が納得するまで、まあ、自分がいいと思うまで書いてくださいっていう風な記述が実際に問題文に入っています。なのでこの文字数制限が一切ない、割ときっちりとした書き方を知っていないと、あこれでいいんだっていう風な感覚はもう養えないので、そういった部分があるといいかなっていう風に思います。で、文字数、パラグラフ数、こういった部分は完全にもう自己判断になってまいります。で、こちらも問題例ですね。はい、こちらちょっと私の方で作成をした問題なんですけれども、 Look at the following quote and write a well-structured essay about itWrite as much as you feel necessary to completely address the idea. で、先ほども申し上げたように、Write as much as you feel necessary. 必要と思う分だけ書いてくださいですね。で、Do you agree or disagree with the following quote? この、まあ、引用とか、名言ですね。名言に、賛成するか反対するか。で、If you can dream it,、you can do it.夢見ることができるなら、実行することもできるっていう問題ですね。これに対して agree or disagree、まあ、賛成反対かを述べるっていった問題になってます。でこのポイントなんですけれども、まあ、やはりボディは理想は3つなんですけれども、まあ、最低でも2つ書く方が実際は多いんですけれども、最低でもやっぱり2つは記述をしていただくとしっかりとした分量は担保ができるかなっていうふうに思います。で、まあ、やっぱり他の方を出し抜くって言ったらあれですけど、他の方より一歩頭一つ抜きんでるにはやっぱボディは理想は3つっていう風な形ですね。で2つ目なんですけれども、やっぱりとても抽象的な質問内容が多いです。英検であったりとかそういった問題はかなりなんか環境問題に対してであったりとか、こういったビジネスの事象に対してあなたはどう対処するみたいな、かなり具体的な事例を、挙げてそれに対して質問をされるっていうのがすごく多いんですけども、今回出された質問っていうのは大体こんな感じですね。もう一度戻したんですけれども、夢見ることができれば実行できるっていう風に、まず具体的な事例が1個もないんですね。抽象的な、質問になるので、自分で具体例を想像して、記述をする必要っていうのがあります。なのでとても抽象的な質問になってるってことは、その分かなりトラックから外れてしまう、内容に沿ってない記述をしてしまう可能性が非常に高いので、まあ、これは自分の回答がしっかりとクエスチョンの内容に沿ってるかっていうのを逐一確認をするようにしてください。